電力需要が電力供給能力を上回ることによる大規模停電を避けるため電力会社により一定地域ごとに電力供給を順次停止再開させることである。一般に臨番停電は発電所による発電能力の不足もしくは発電した電力を供給する電力供給網の能力不足のいずれかによって発生する。このような停電は発展途上国では 一般的どころか日常の一部にすらなっている傾向があるが、成熟した電力、送電設備を持ち、電力需要予測や設備投資計画の発達した先進国で見られることは稀である。電力会社が経験豊かな場合であれば、産業等への影響を最小限にするため事前に計画が広報される。しかし多くの場合、電力会社は、 電力供給が安全限界に近づくと、事前通知なしで電力供給を切断してきた。日本国内においても、夏場のピーク電力抑制のため、大口需要家との需要調整契約に基づく電力供給制限が東京電力で2007年8月22日に行われたこともある。停電は管轄変電所などの一定地域ごとに行われるため、一般家庭。 オフィス、病院、鉄道など、公共施設などを区切って、停電の枠外にすることは困難である。このため、自宅で医療機器を使用する場合や、病院やデータセンターや基地局などは、無停電電源装置、自家発電による対応が必要である。また、発電機のない信号機や31メートル以下の建物に設置されたエレベーターは、使用不能になることから注意が求められる。 詳細は、東日本大震災による電力危機器及び福島第一原子力発電所事故、参照日本における臨番停電の実施は、第二次世界大戦の戦後混乱期と東日本大震災の事例がある。戦後の混乱期、編集戦後混乱期には、給電日が月曜日だったことから、リビオ業界では対策として月曜日を休業日としたため、 給電日の廃止以降も名残として月曜に休む店が多い。1950年から1951年の冬は全国的に降水量が少なく各地の水力発電所の発電量が需要に追いつかない状況となった。このため日本発送電では1951年1月8日から各配電会社別に配電割り当てを実施。 さらに個別の会社ごとに緊急制限の実施について調整が行われた。関東ハイデンとの協議では同年1月9日より5 0 0ット以上を受電する工場400件に対し夕方4時から7時までの操業停止を求める一般家庭に対し毎夕5時から7時の間に10分間ずつハイデン線別に緊急停電を行うといった緊急制限が取りまとめられたが 直前に連合国軍最高司令官総司令部経済科学局電力課長より一方的な危機突破対策をやめるべきとの勧告があり中止。その代わりとして大口の需要家に対して工場の給電日を日曜日以外に振り分けてもらう 500kW 以上を受電する工場の電力使用を夕方の間自粛してもらうといった協力を求めることとなった。 1951年の夏の干ばつに加え、秋も降水量は少なかったため再び電力事情は悪化した。東京電力は地域ごとに給電日を設定したが、それでも不足する状況となったため、同年10月21日午後から給電日以外の地域でも2時間ずつの緊急停電を実施、同日発行された朝日新聞の4コマ漫画、サザエさんも停電のネタを扱った。 さらに、翌23日からは地域ごとの緊急停電を半高級化した。東日本大震災、編集2011年3月14日、計画停電について会見する、枝野幸男内閣官房長官東京電力、東北電力及び各マスコミでは、東日本大震災の被害、影響に伴い実施されていた、臨腕停電に関しては主に、 計画停電の名称を用いている。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、東京電力では福島第一及び第二原子力発電所をはじめ、火力発電所、水力発電所及び変電所、送電設備に大きな被害が発生し、電力不足に対応するために3月14日から臨番停電が実施された。 3月29日以降は実施されておらず、4月8日に6月3日までの間は臨番停電を原則として実施しない旨を発表した。5月13日、東京電力は同年夏の電力供給力見通しを約5520万キロワットに情報修正すると発表したが、東北電力への電力融通も予定されていたため、それを考慮すると、 やはり需要に供給が追いつかない可能性があった。東京電力は夏季の輪盤停電の回避に向けて供給の確保に全力を挙げるとしていた。東北電力でも発電所及び送電設備に大きな被害が発生したことにより想定される電力不足に対応するため一部地域で輪盤停電を行うことを同年3月15日に発表したが 受給バランスが緩和したため中止した。2012年5月14日に日本国政府がエネルギー環境会議を開き、関西電力管内で夏に懸念される電力不足に対応して電力使用制限令発動の検討をはじめ、北海道電力、四国電力、九州電力を加えた4電力管内で計画停電を準備する方向で議論することも確認した。 計画停電について、古川元久国家戦略局担当省は、基本的には考えていないが、万が一に備えるとして、日本国政府として万全を期す姿勢を強調した。問題点、編集、パチンコ業界についての著述を行うポッカ吉田の体験によると、都内の自宅は5つある停電エリアグループのうち、グループ4に属していたが、近隣にはグループ5のエリアがあり、 その間にグループ4でもあり5でもあるエリアが存在し、そのエリアでは2回分の停電になったという。吉田はこうした図さんさんの話はほとんど報道されていないと指摘している。このような電力供給経路の作装問題は JR 東日本でも同様であった。JR 東日本では自社発電所を持ち、各施設に電力の供給も行っていたが、 所轄する管内にある踏切のうち、どの踏切が東京電力自社発電所から電力供給を受けているのか把握しきれなかったため、運輸指令と現場に混乱が起きている。また、東京特部では計画停電は実施されず、事務的に停電地域を決定した結果、3月14日の初日に実施に踏切られた唯一の停電では重度の被災地域である。 茨城県自家業地区、県北地区が停電された。これにもインターネットを通じて大量の抗議があったほか、茨城県知事、橋本正が公式に記者会見を開いて東京電力を非難した。この結果、翌15日からは茨城県全域が臨番停電の対象から外された。フリージャーナリストの伺う行動は、この停電をめぐる報道で、なぜ、 どういう意図のもとに計画停電という言葉を使うのか、それはいつ、誰が考えたのか、なぜ臨番停電という言葉は消えたのかを検証した記事や番組が見当たらなかったことを指摘している。アイルランドでは1970年代から1980年代にかけて労働組合のストライキにより、電力供給公社が臨番停電を行うことが何度か発生した。 1991年以来ストライキによる臨番停電は発生していないが、S 部はこのような事態に備えて、国内を A、B、C、X、Y、Z の6つの地域に分け、それぞれに停電のリスクが高い時間帯、中程度の時間帯、低い時間帯を割り振って3時間ごとにローテーションすることとした。また、上記の地域の例外として、病院のある区画は、 優先区域と設定し、停電の対象外としている。S 部は停電の可能性のある地域及びローテーションを全国紙に掲載し、さらに電力需要が逼迫する時間帯の節電を国民にアピールする。実際に電力供給が逼迫した場合、まず、慢性的に国内の電力が不足しているミャンマーでは、2011年現在においても日常的に 林番停電が行われている。特に水力発電による電力供給が乏しい寒気の3月から5月に顕著である。ミャンマーの最大都市であるヤンゴンにおいても寒気では日中のほとんどの時間帯に電力が供給されない。また、停電の時間、市民もそのことは覚悟しており、なるべく電気に頼らない生活を営んでいる。小型の発電機を持つ家庭も多い。 スーパーやホテルでは大型の発電機を持つところが多く、道路には発電機の騒音が鳴り響いている。たまに電気が来ると家族みんなで喜ぶ光景が見られる。この電力供給の不足がミャンマーの経済発展の大きな妨げの一つになっている。実施状況は地域差があり、ヤンゴンで持ち価が高いところや首都、ネピドーなどには、 優先的に電気が供給されるなど、国内で電力供給にばらつきがあり、市民の不満の一つとなっている。詳細は、カリフォルニア電力危機器を参照アメリカ合衆国のカリフォルニア州では、カリフォルニア電力危機器に直面していた2001年に、大規模な臨番停電が行われ、信号停電、また犯罪準備をさせないために、事前に停電する地域、時間。詳細は、 2011年リビア内戦を参照リビアのベンガジにおいては、2011年に起きた内戦に伴う紛争などで、正常不安が長引いており、電力不足から同年4月半ばより1日3時間ほどの臨番停電が実施されるなどの事態に見舞われている。2011年9月15日、韓国では猛暑により、電力需要が増え予備電力量が400万。 キロワットを大きく割り込んだため、午後3時から8時までの間臨番停電を実施した。ありがとうございます。